の義妹生活。俺の親友浅村は義理の妹綾瀬と遊園地デートをすることになった。ナチュラルボーン陰キャなあいつにはハードルの高いイベントを成功させるべく、俺はサポートのため二人の動向を監視していたのだが、まさかこうしてばったり出くわしちゃうなんてね。ベタというかなんというか。言うな、ならさか親友キャラってのはこういうポジションなのがラブコメの常だ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。で、奈良坂は何を目的に監視してたんだ？そんなの決まってるでしょ？浅村くんが遊園地デートにかこつけて、さっきとあわよくばな状況になるのが楽しみ。心配だからよ。なるほどな。浅村が今日を楽しめるようにって監視してた俺と目的は同じってことか。わめくなわめくな。そうこうしてるうちにあいつらもどっか行っちまう。見失う前に追いかけるぞ。ほらついてこい。何しれと命令してるのよ。もう。しかし案外何もすることがないな。二人ともいつも通りドライに見て回るだけ。事件も何も起きないなんて、ここ少しもいいとこんじゃなかった。一安心ね。もう全然本音が隠しきれてないだろう。まったく意固地というか。ふん、どうとでも言えばいいじゃない。いろいろ心配してるって事実は変わらないし。そういや、なんで奈良坂はこんなに綾瀬のことを気にかけてるんだ？何をやぶから棒に。何かにつけて監視してたり、二人の仲を妄想したり不安がったりしてるだろ。どうもそういう妄想癖があるってだけで説明できない気がしてな。妄想癖も説明になってないし。まあでも言わないと延々妄想癖だっていじられそうね。前にね、助けてくれたの、詐欺が私のこと。本当に些細なことでだけどね。おー、助けてくれた。ほら、よくいるでしょ、すぐ言いがかりみたいな説教をしたがる大人って。私が絡まれちゃって全然言い返せなくて悔しかった時に、サキが助けてくれたの。何も言えない私に代わってバシッと正論をぶつけてさ。なるほど。以来親友として慕うようになって目が離せなくなったと。そういうこと。サキには幸せになってほしいし、笑っていてほしいし、私もそれを守りたい。だからこうして監視の目を光らせてるってこと。はい、おしまい。っていうか私が語ったんだから次はマル君の番でしょ。教えなさいよ。いや、誰がいつそんな交換条件を設けたんだ。俺は話さんぞ。おい、最後のは聞き捨てならないぞ。誰が肉だるまだ。俺のこの肉は贅肉じゃない、筋肉なんだ。訂正しろ。ふん、筋肉も贅肉も同じ肉じゃん。肉だるまって言って何が悪いのさ。あのさ、二人とも。さすがにうるさいしバレバレなんだけど。なるほどね。俺たちが心配で監視なんかそういうノリ好きだよね、奈良坂さんって。だからやけにアドバイスがピンポイントっていうか、見ているかのようだったわけだ。違うんだってば。あっさき、これはあっさきのことを思ってやってたことで。まあ俺が言うのもなんだが、奈良坂の言ってることはあながち間違っちゃいない。手段はともかく綾瀬のことを心配してるってことは分かってやってくれ。マル君。とはいえ妄想垂れ流しで面白がってるのも紛れもない事実だがな。マル君。うん、大丈夫。マーヤはそういう子って最初から分かってるから。さっきまでそんな。マーヤちゃん信用されてない。まあとりあえずさ、こうして4人集まっちゃったわけだし、
提案があるんだけど、いっそのこと今日はもう4人で回らない？遊園地。そうだね。今さら別行動っていうのも不自然だし、私は構わないよ。まあそうなるわな。じゃあお言葉に甘えてお邪魔させてもらうとするわ。ほらマーヤもいつまでもしょぼくれてないで一緒に行こう。サッキーよーし行こう行こうチャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。サッキー見て見て、お化け屋敷だって。一緒に入ろうよ。絶対に嫌。一人で行ってくれば。急に